犯人は警察へ要求を通すためにこのような動画を、まあ、でも彼はお金目的とは思えないんですよね。こうなるの、早く捕まってほしいですね。犯人の目的が依然見えないままですね。でもこの映像なんかおかしくないですか？ちょっと戻すね。人質たちはずっと同じことを喋り続けていないか。今すぐ解析に回せ。わかりました。警部、犯人から電話です。捜査本部の香山だ。人質を解放してほしければまず俺の要求を飲んでもらおう。今すぐマスコミを呼べ。カメラをここに。どうするんですか？テレビクルーを。テレビクルー用意できました。マイクです。テレビクルーをそっちにやった。言いたいことがあるならテレビの前で言うんだ。賢明な心がけだ。下手な真似をしたら人質は助からない。よく覚えとけ。分かった。おい、中継は繋がってるんだろうな。人質はどこだ？殺か。
あいつら俺の言いたいこと全部言っちまう。だから監禁してやったんだよ。何にも言えないようにな。俺の言いたかったことは。警部、口元の解析結果が出ました。今から解析者につなげます。私の解析によると、彼らは5月3日はフォーリナーの日と言っています。フォーリナーとは？フォーリナーとは、ジャッキー・チェン主演、ピアース・ブロスナン共演のアクション映画です。ジャッキー・チェン VS 007、監督はカジノ・ロワイヤルのマーティン・キャメル。間違いない夫人です。こんな面白い映画の情報になぜ気づけなかった？情報によりますと、今回のジャッキー・チェンは笑顔を一切封印しているとのことです。殺しに来るジャッキー・チェン、傷だらけのジャッキー・チェン、どれもこれまでにない試みです。ますます面白そうじゃないか。ちょっと待って。君たちもジャッキー好きなの？5月3日とは公開日です。正式タイトルはザ・フォーリナー復讐者。ありがとう、だいぶ。どうですか。すいません、大丈夫です。あ、どうしたの、ごめん。はい。人質はどこだ。あ、大丈夫ですか。大丈夫です。あ、ちょっと待って、足。私の解析によると、彼らは5月3日はフォーリナの時。これとまあ多分、マーカム。すみません。本当に申し訳ないです。本当に申し訳ないです。